元ヒステリックブルーの直樹さんがまた性犯罪を犯して逮捕されました。実は約16年前にも性犯罪で逮捕されています。この時は9名の女性に対してわいせつ等の行為を行ったということで懲役12年という有罪判決確定していたんですが、今回刑務所から出所した後に再び再犯を犯したということで、今日はこの直樹容疑者の性犯罪にクローズアップしていきたいと思います。弁護士の武志です。今日はヒステリックブルーの直樹さんがまた性犯罪を犯した点に関して、前回の事件の、前科もかなりえげつないんですけども、今回の事件との、類似性であったりとか、あと本人解明していたんですが、なぜ解明できたのかというような部分についても、焦点合わせながら説明していければなと思ってます。まず今回の事件の時系列見ていきましょう。事件が起きたのは7月6日と言われています。7月6日埼玉県朝霞市の路上でわいせつな行為をしようとして帰宅途中の20代女性の口を後ろから塞いで押し倒し、右腕に軽傷を負わせた。胸を触ろうとしたことは間違いないと容疑を認めている。こちらが新聞で報道された今回の直樹容疑者の被疑事実になります。事件が起きたのは7月6日だったんですが、その後9月11日に直樹容疑者、実は弁護士と一緒に朝霞警察署に自首しに行ったようです。11日に自首した後、いろいろ取り調べが行われて、今回9月23日正式に逮捕状が発行されて直樹容疑者逮捕されるに至りました。今回の直樹容疑者の事件なんですが、直樹容疑者と付き合いがある雑誌の編集者の記事が出ていたので、こちらちょっと読み上げさせてもらおうと思います。事件を起こした7月6日午前2時頃、直樹は自宅近くのラーメン店で一人で酒を飲んでいた。そして酔った勢いで通りかかった女性の後をつけた。最初の女性には少し後をつけただけで何もしなかったが、二人目の女性に対しては背後から近づいて叫ばれるのを防ぐために両手で口を押さえた。その上で女性の胸などを触るという痴漢行為をしようとした途端、女性が動転して転倒してしまった。そして肘に擦り傷を作った。それが強制わいせつ致傷という今回の犯罪だ。報道では口を塞いで押し倒してわいせつな行為をしようとしたとされていたから、多くの人が当然強姦未遂と考えたろうが、本人の話ではそうではないという。ただもちろんこれは警察の見立てと本人の言い分が違っているということで、裁判で詳しく解明されるのだろう。こちら引用させてもらった文章、概要欄に URL 貼ってて、記事に関してもすごくこれ以外にも詳しくいろんなことが書かれているので、興味ある人読んでもらったらなと思います。直樹容疑者と個人的にというか仕事を通じて付き合いがあって、今回直樹容疑者が逮捕された後も実際に面会に行って聞いた話をまとめた手記になっています。で、前回の件の服役中もそういう再犯の防止プログラムとか性犯罪の予防に関して、直樹容疑者とやり取りをしていた経緯とかも書かれていて、性犯罪の再犯防止考えるにあたって非常に示唆に富む内容になっています。今回直樹容疑者が逮捕されることになった容疑というのは先ほど読ませてもらった通りなんですが、前科の点についてもちょっと確認したいと思います。もともと直樹容疑者はヒステリックブルーという90年代になかなか人気があったバンドのメンバーの一員として活躍していました。春スプリングみたいなすごく大ヒットした歌もあって、99年には紅白歌合戦にも出場したという人気グループです。ただその後2003年にグループ活動休止をしてしまって、そのストレスもあったのか、2004年直樹容疑者性犯罪を犯してしまいます。2004年の前回の事件に関しても基本的には今回の事件と同じような内容となっています。20代の帰宅途中の女性、後ろからつけていってマンションの中に入ってわいせつな行為をしたということで、その容疑で前回逮捕されたんですが、裁判になったのはそれ以外にも余罪たくさんあって、最終的には合計9名に対して強姦や強制わいせつなどの犯罪を行ったというようなことが書かれていました。被害者の数も多かったということで、最終的には2006年に懲役12年の実刑判決を受けて、その後は山形刑務所に収監されて、服役中には性犯罪の治療プログラムも受けていたというようなことが言われています。気になった点として、直樹容疑者実は改名していたようです。もともと2004年の前回の犯罪の時、本名赤松直樹という名前だったようです。ただその後刑務所に入所して出所出てきた後は名前を二階堂直樹というような名前に変えて、名字が赤松から二階堂に変わっていたと、この点がちょっと気になったところでした。名字の変更というのは一定の手続きを踏んで一定の要件があれば認められることがあるんですが、具体的には家庭裁判所の許可を得るか、もしくは養子縁組とか何かそういう制度を利用すれば名字変
えることができます。ただネットの中ではこのね名字が変わっている点をね結構問題視して、この再販するためにね名前を変えたんじゃないかみたいなことを言ってる人もいました。あとネットの中で話題になっていたのは性犯罪の治療プログラム、なぜこれを受けていたのにという点です。岡野武の動画を見てくれてありがとう。法律相談はアトム法律事務所で、労働相談はみんなのユニオンで受け付けています。詳しくは動画の概要欄まで。はい、ということでね、はい、直樹容疑者、まあ、性犯罪の治療プログラムを受けてたってことなんやけれども、はい、ちょっと疑問なんですけども、うん、服役中に治療プログラムを受けてたのに、なんでまたすぐそういった再犯をしちゃうんですかね。構造としてはやっぱり依存症とかに近いんやろうね。だから喫煙する人がさ、禁煙のさプログラム受けてもさ、もちろん何もしないよりかは禁煙のプログラム受けた方がやめれる人多くなるけれども、またやっぱりタバコに戻っちゃう人もいるやん。覚醒剤に関してもそうやん。なんかそういう覚醒剤の依存症とかで、もう一回覚醒剤しないようにいろんなプログラムあって、もちろんそのプログラムをちゃんと受けたら覚醒剤やめれる確率は圧倒的に高くなるんやけれども、じゃあ 100% かちょっとやっぱ 100% じゃなくて、もう一回やっちゃう人もいるみたいな。性犯罪のその治療プログラムも全く全然無駄とかじゃないんやけども、はい、でそれをちゃんと受けることでちゃんとリハビリして再犯せずに治る人もいるんやけども、ただもう一回やっちゃう人もいるっていう。あ、今回の直樹容疑者はやっぱりまたやってしまった、そういった衝動みたいなものを抑えられなかったみたいな感じなんですかね。そう、衝動みたいなものを抑えられなかった。思わずタバコに手が伸びた、思わず覚醒剤に手が伸びた、はい、うん、そういうのと一緒かな。性犯罪にやっぱ手が出る人ってなんか普通のイメージやったらさ、スケベなことしようみたいな、なんかそういうイメージやんか、はい、なんかそんなんじゃないねんな。そうなんですか、うん、本当に衝動。例えばクレプトマニアって聞いたことある？わかんないです。クレプトマニアっていうのは窃盗癖、万引きをいつもしてしまうおばあちゃんとか、そういう人なんやけど、そういう人ってお金がないから万引きするわけでも、お腹が空いたからパン盗むわけでも、そういうわけじゃないね。お金もあるし、お腹も別に空いてないんやけども、なんかパン取ってしまうね。それと似てる、やっぱり性犯罪の人も、うん、性欲とかなんかそういうスケベな気持ちというよりかは、もっと違うとこの衝動でなんか手が出てしまうみたいな。今度は12年間も刑務所暮らししてまたやってしまうってことですもんね、うん、やっぱりちゃんとプログラムを定期的に受けて、カウンセリング受けてやることがすごく大切なんやろうね。出所後もやっぱりちゃんとやっといた方がいいってことですか？もちろんもちろん。あとなんか今日ニュースかなんかちょろっと出てたけども、はい、出所後の性犯罪者に GPS つけて監視した方がいいんじゃないかみたいな、アメリカとかねそういうのあったりするけれども、日本でもそういうの導入しようみたいなね、やっぱ議論が出てきてる。はい、ということで今日は直樹容疑者の性犯罪に関連して、まあ、今回の事件がどういう事件だったのかという点と、まあ、前回の事件どういうものだったのかという点と解明していたのでね、家庭裁判所の許可があったりしたら、まあ、解明ができますという話とね、最後性犯罪の治療プログラム、一定の成果はありつつもね、やっぱり完全に抑えるのは難しくて、まあ、今回のような事件になってしまったというようなことを説明させてもらいました。引き続き続報とか出た場合はね、このチャンネルですぐ取り上げたいと思うので、ぜひ興味ある方チャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画も最後まで見てくれてありがとう。また。